はいどうも、さときんチャンネルでございます。そろそろね、新生活ということで、ネットとかね、通信環境、何にしようかなーってね、まあ、検討されてる方多いと思いますけれども、まあ、高速の光回線とかね、まあ、速度が速いから魅力的ですけども、やっぱりね、まあ、工事が伴いますから、もしなんか引っ越しとかなってくると、まあ、撤去費用とかかかってね、そう考えるとね、ちょっとリスクあるなーっていう時に、モバイル Wi-Fi ルーターをね、選ばれると思うんですけれども、まあこれだったらね、どこでもね、使うことができるんで、とっても便利なんですけども、ちょっとね、注意してください。どっかすぐ近くのね、まあ、家電量販店とかに行って、安易にね、契約する前にですね、ちょっともっと安いプランがありますので、そのあたりをね、ご紹介したいと思いますけれども、まあこういったものはですね、罠がありますよ。はい。パソコンがタダでもらえますよ。月額料金が安いよ。とかいうふうにね、ありますけれども、実際はですね、安いのは初月だけだったり、後からね、高くなったりすることがあるわけですよ。まあね、パソコンがタダでもらえたり、安く買えたりというね、にはね、訳があるわけですね。そこでですね、今回ご紹介するのはこちら。最近ね、新しくレンタル Wi-Fi サービスを行っている、こちらのですね、無限 Wi-Fi さんからですね、この G4 というね、Wi-Fi ルーターをね、まあ、ご提供いただいたんで、こちらのね、アドバンスプラン G4 というもののね、まあ、特徴や注意点、どのあたりにあるのかっていうのをね、この動画でね、ご紹介したいと思います。まずですね、もうレンタル Wi-Fi サービスの特徴っていうのはですね、もう料金体系がね、シンプルなんですよ。もう月額料金がね、ずっと変わらないのが特徴。ね。まあ、初月だけ安くて、後からポコンと高くなったりとかね。まあ、さっき言った、そのパソコンがタダでもらえますよとか言いながらね、よくよく考えたらね、あれこれって損してねみたいな感じの、まあ、合計金額とかね、見たら、まあ、そういうことがね、まあ、多々あったりします。はい。でですね、この、無限 Wi-Fi ですね、まあ、いろんなプラン、二つのプランがあるんだけども、まあ、一つはね、U2S、クラウドシムを使ったサービスもあるんですけども、今回僕がね、ちょっとレンタルしましたのはこれです。ごめんなさい、消えちゃった。G4 というね、新しい最新端末をご紹介したいと思います。これはね、アドバンスプランと、言われるものでですね、まあ、U2S とはね、月額料金も異なります。で、最新の価格はね、ホームページのリンクを貼ってますんで、まあ、そちらからね、ご確認いただければと思うんですけれども、まあ、この動画を撮ってるね、2020年1月現在、このね、G4 のアドバンスプランで、3880円ですね。それからですね、クラウドシムを使うね、U2S、格安国内外プランが3280円となっております。はい。じゃあですね、実際のこのね、アドバンスプラン G4、これがね、どのような端末なのか、実際にね、使ってみてですね、体感したいと思います。はい。でですね、私ね、ちょっと、パパッと使ってみました。こういうね、まあ、ここにほら、広告が出てたりとか、するんですけどね、ほら、ポート出たりとかね、するし、まあ、ここを開くと、なんかこう、こういう、なんていうの、こういう、なんだろうね、まあ、提携サービスなのかな。はい、まあ、こういう、7% オフとかね、なんかこういうのが買えるようになってんだけど、これね、ちょっといろいろ使ってみるとね、他にもなんかない、これ、設定とかないですか？ここ。あ、そうだよね、設定とかあるんだけど、ほら、ちょっとなんか見たことないですか？この景色。こういう、なんていうの。これってさ、なんか OS が入ってるよね。多分、Android じゃないかなと思うんですけれども、まあ、UI がね、まあ、独自にもう作ってあるんで、まあ、普通の Android みたいになんかこう、アプリダウンロードしてどうこうっていうのはできないんだけども、おそらく俺、何かしらのね、OS がこの Wi-Fi ルーターに入ってますよ。で、これ、まあ、ちょっとね、通信するだけじゃなくて、これ自体でね、いろんな機能が使えます。例えば、これはね、トラベル、んトリップアドバイザーんトリップアドバイザーか。はい。これをね、タップするとね、何が出てくるかっていうとね、まあ、国内外の旅行系の情報が出てきます。例えば、まあ、観光スポットであったり、あとはその航空券、チケットを取ったりとかね、ホテルとかレストランとか、そういった情報をね、ここで検索して調べることができます。だからやっぱりモバイル Wi-Fi ルーターだから、やっぱ持ち運んで使うもんだから、まあ、こういった情報はね、網羅しているよというところ。あとね、マップ。
これね、Google マップがね、ガチで搭載されています。はい。ちょっと開いてみましょうか。ちょっといきますよ。ほら。ちょっと待ってよ。ピピ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 ピとね。はい。もうだから、こういうふうに普通に Google マップが使えます。こう千葉とか東京のあたりかな、こう。ほら、こんな感じで、おなじみの Google マップ。はい。だから、まあ、その旅行の情報とかね、あとは地図の情報。だから、まあ、これを使ってなんだろうな。なんかこう旅行したりとかっていう、そういうのに特化してる OS になってるのかなと思います。で、さらにね、すごいのがね、まだまだありますよ。この機能がついてる。これわかるかな？翻訳機能がついてるんですよ。はい。まあ、これからですね、オリンピックイヤーになります。そしてね、海外からね、いろんなお客さんが来ると思いますけどもね、やっぱり日本人はおもてなしの製品。万が一ですね、外国の方に声かけられても、これでね、翻訳で、対応できます。はい。じゃ例えばですよ。駅はどちらですか？ Where is the station? ほら、ね。トイレは近くにあります。The toilet is near. ほら、こんな感じで、まあ、日常会話みたいな感じのこともね、この翻訳機で、会話することができますね。でね、他にもこれ、ちょっと面白い機能がありましてね、これね、めちゃめちゃでかいバッテリー積んでんですよ。3900mAh。モバイルルーターとしてはね、バッテリーの容量はかなりでかいです。で、もうね、こんだけ画面がでっかいのに12時間も電池持ちするそうです。で、これを使ってですね、なんと、スマホへね、リチャージすることができるんですよ。つまり、まあ、こう皆さんが普段使ってるスマートフォン、これ電池の減り早いよね。ああ、なんか通話したいのにバッテリーがないわっていう時に、ここに入ってあるバッテリーからチャージすることができるんですね。まあ、実際にね、本当にできるかどうか、ちょっと試してみたいと思います。このセットにはね、この2つのコードが入ってまして、まずここにね、タイプ C ケーブルがついてるんですよ。はい。まずここにタイプ C ケーブルを挿してですね、ここがほら、こんな何フルサイズの USB になってて、これを介して、まあ、こちらのスマートフォンを充電するよというものです。本当に充電するかやってみましょう。いきますよ。せーの。あ、ついた。充電されてる。おー、すごいですね。まあ、バッテリーの容量としてはね、まあ、モバイルバッテリーから考えるとそんなにでかい容量ではないんですけども、万が一ね、いや、もうバッテリーがなくて困ってる。もう今モバイルバッテリーも持ってきてないっていう、緊急時のまあ電源先の確保ということで考えると、まあ、こういう便利な機能もあるよというところでね。はい。でですね、このまあ、無限 Wi-Fi、皆さん知ってますか？ん？無限 Wi-Fi、ん？何それ？怪しい会社じゃないの？と思われるかと思うんですけども、まあ、それもそのはず。このね、無限 Wi-Fi っていうのはね、去年のね、半ばぐらいにね、サービスを開始したばっかの新しい、事業者さんでですね、とはいえですね、この通信はですね、大手キャリアの通信網を使ってます。これね、ソフトバンク系のね、通信網をもうガチで使えるようになってますんで、そのエリアとかね、通信速度、このあたりはですね、確保されております。じゃあですね、実際に、この、スマホでね、まあ、Wi-Fi を接続したんで、通信速度がね、実際にどれぐらい出てるのかというのをね、測定してみたいと思います。じゃあ、スピードチェックはね、まあ、おなじみの、大倉かな？大倉のスピードチェッカーを使おうかな。はい。これ、僕いつも使ってるやつからね。はい。それで、どうやってやるんだっけ？あ、ここだ。はい。はい、よーい。スタートポチッとね。ちゃっちゃらっちゃちゃらっちゃちゃ。おお早いね早いね早いね。上りはすげえ。25メガぐらい出てない？はい。そうね、夕方、いや、夜7時か。夜7時ですね。ああ、上りも早いじゃん。これは結構優秀だと思いますね。はい。僕の持ってる端末の中でも割といいんじゃない？いや、はい、いい記録出ました。はい。ダウンロードが 25.2Mbps。アップロードが 18.5Mbps 出てる。これちょっとね、YouTuber としてはめっちゃ嬉しいな。はい。だからまあ、重たいね、動画データも結構早くアップロードできるんじゃないかなと思いますね。実測値はこれくらい出ております。はい。てなわけでね、まあ、この G4 をね、まあ、実際に使ってみましたけれども、ここでですね、いくつか注意点がありますんでね、そのあたりご紹介したいと思いますが、
一つはですね、この、まあ、Wi-Fi ルーターサービス、データがね、なんと無制限で使えるそうなんですよ。てっきりね、僕100ギガとか300ギガとかそういう制限があるのかなと思ったら、一応それは、この、何スペック上ではないそうです。ただですね、これもなんていうのかな、ほら、無理なほら、データの使いすぎ、なんかこう、意味をなくなんか大量のこうデータをやり取りしたりする場合は、それをね、検知して、速度を落とすそうです。ただですね、そのね、通信速度の制限っていうのが、ちょっと、ここがね、ちょっと気に入ったところでね、348kbps、まあ、300kbps ぐらいまで速度を落とすということなんですね。はい。これはまあね、Wi-Fi ルーターとしてはまあちょっと遅いんだけど、これ格安 SIM から考えると、300kbps 出てるとね、なんかちょっとなんていうの、ライトな用途、例えば、SNS 見たりとか、あとちょっとまあ、何ブログとかあとね、YouTube でも、なんだ、144p の動画だったらおそらく、見れるんじゃないかなと思いますよ。で、まあ、ライブ配信だったらね、ツイキャスライブとか、低画質モードにしたら結構、いけんじゃねえのかなと思うんだけどもね。で、もう僕も実際さ、通信速度が実際どれだけかかるかって見たいんだけど、もうね、目いっぱい、なんていうの、データ使っても、うちは1日ね、3ギガいかないんですよ。で、これ今回、まあ22日までお借りしてるんだけど、そのペースで行くとね、まあ30ギガが使えるかどうかだからね、その検証はちょっとね、できそうもありません。まあすなわち、まあ大量のデータを使うっていうのは、まあ普通に暮らしてる方だったらね、まあなかなか月100ギガっていうのは行くかどうかなっていうところも、なかなかないと思います。まあ僕みたいな YouTuber でもね、月に100-30ギガしか使わないんですね。僕らですらですよ。だから一般の方だったら多分100はなかなか使わないかなと思うんですけれども、まあそれくらいだったらまあまあ大丈夫なのかなというところ。で、あと直近3日制限もないんですよ。みたいな感じで、いろんなね、多分お近くの家電量販店に行って、契約しませんか見てくる、まあ、モバイルルーターの場合は、だいたいね、3日制限があります。例えば、直近3日10ギガとかね。これはね、結構ね、直近3日で10ギガっていうのは使うんですよ。それどういう時かって言ったら、Windows の大型アップデートとか来たらね、あれね、10ギガぐらい使っちゃうんですね。それとか、おそらく、まあ、なんていうの ?Google フォトとかね。動画とか撮った時に、まあ、こう、クラウドにこう、自動的に上げるサービスを使われてる方もいると思うんですけども、あれもね、結構食ったりするんですよね、瞬間最大で。で、直近3日で制限がかかっちゃうと、まあ、速度計制限がかかるっていうこともあるんですけども、これは、それがないそうです。はい。だからね、まあまあ、割といいのかなというふうな感じ。あと、ちょっとまあ、びっくりしたのは、通信速度はね、速いですね、実測値が。はい。U2、一応ね、スペック上では U2S と同じスペックなんだけど、まあ一応今直近で測った感じは非常に早い印象がありますね。はい。まあそんなところかな。あとですね、ここ大事。まず一つね、初期費用が3000円かかりますね。これも事務手数料みたいなのが3000円かかるのと、あとはですね、縛り期間があるんですよ。ここだけご注意ね。違約金に関しては、1ヶ月から12ヶ月以内に解約した場合は9000円かかります。13ヶ月から24ヶ月解約するときは5000円かかります。ただ、25ヶ月目以降はもうかからない。普通だったらほら、解約月っていうのがね、多分、みんな、そこら辺で契約しちゃったらね、解約月だけ、解約できて、あとまた自動更新で延長というね、地獄の縛りループにはまっちゃいますが、これはね、一応それがないです。はい。そんなところですかね。うん。他にもですね、使ってみてね、全然私には合わなかったわってことで、30日間全額返却キャンペーンっていうのもやっております。この辺のね、条件なんかはこの動画の説明欄にリンク貼って、ホームページの方にね、記載してありますので、また皆さんで、ね、ご確認いただければと思います。はい。てなわけでですね、ちょっとま、このファーストインプレッション、まだね、使って1日ですけども、うん、なかなか良さげな感じしますね。はい。あとはこの辺の機能もちょっと、いろいろ使ってみようかな。まあ、とりあえずね、私、この22日までこれ、レンタルできるので、また Twitter とかね、もしくは YouTube、まあ、サトチューンチャンネル2とかやってますんで、そちらの方でね、その後の使用感レビューなんかもね、やってみようかなと思いますので、またご覧になってください。はい。この機会にね、チャンネル登録と Twitter のフォローなんかもね、していただければ、この辺の情報、発信しようかなと思ってますので、はい。よろしくお願いします。はい。てなわけで、サトチューンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。